はい、えー、皆さん、どうもこんにちは、レック仙人講師の宮口です。えー、今日はあ、これです。担当サルベージゼミ、えー、これの、あ、プロモーションビデオということで、レック仙人講師、宮口がお送りいたします。はい、えー、あの、無観客じゃなもんですからね、ちょっとマスクを外させてもらいますが。 えー、これのご紹介ということですはいでねあのー、担当サルベージーゼミこの名前の由来なんですよねえー、引き上げるとほらこれね気持ちも実力も引き上げる上げ上げ状態にしていくねえそれがやっぱ重要じゃねえかああね実力もモチベーションも一気に引き上げるよええー でまあ、定員50名ね、うんうんあの、それ以上だとちょっと密になるからね、はい、50名で切らしてもらいます。で、全12回、えー、演習、まあ、これはあの、あ後で言いますけど、60分ね、えー、質疑応答と、まあ、そうね、えーまあ、60分、60分全部、うん、そうすると大体ちょうどいいことに3時間ぐらいになります。えー 2月13日開校です来年のね来年まあ試験がねその元通りになれば、えー、5月の中旬になります、えー、しかし、まあ、コロナがあより一層ですね、えー、広がればスプレッド状態になればですねこれはもしかしたらね去年みたいに遅れるかもしれませんが、まあ、いずれにせよね その5月を照準に合わせてやっといてもいいですよ、ねはいでえー、18時から21時、これは、ね、ちょっと予定あ値段も、ね、一応、見とりますか、一括払いで8万7千ということで、ねえー、通学形態です、ただ、あのーまあ、一応、ねえーまあ、収録させてもらいますから万が一のために、ね、あ欠席、ウェブフォローも、ねあのー、できます。はい それで上とあの後ろを見ますとですね、えー、特徴はい去年はね去年の担当サルベージは全部一問一答で100枝だったんだけど今回はまあちょっと思考を変えてねまあより本試験に近い状態でまあというか他の講座でねその 一問一答形式でやってるからちょっとどれもこれもそれはメリハリがねえかなということでこれ5枝1セット、うん、なのでこれ,ひこれちょっとねあの100問っていうのはあの結局5枝1セットだから 5×20 っていう意味ですよ、ね、これちょっとあの間違うといかんからね100問っちゃもう実際の本式よりね多すぎますからこれは5枝 ×20 問で えー、まあ百ということになりますね。まあ百円だというか百文というかね、そういう意味ですよ。ね。はい。これはあの六十分取材します。えー、あのこれはね、えー、私があの入門生向きにやってる、えー、ナビゲートゼミ、担当ナビゲートゼミ。まあこれと形式は。 あ同じなんだけど問題はあの全然違うというかあの流用はしません、ねまあ、聞いている情報は一緒かもしれませんがあのそれを受けている人でも全くあの気にする必要はありませんもうあのこれ向けに、えー、あの専用に問題を作っていきます、はい、それからこれですよねやっぱり法改正審査基準改定に関する最新情報を随時フィードバックするね これ,これからも、ね、またあの新たな情報が入ってくると思います、今年はね、あの著作権法とかね、えー、著しく変わってます、それから新作にはもちろんね、出店番号とも全然違うし、組み物も、過去も全然お、一組のオーディオキ器セットとかも全然使えねえしな、はい、それからねあそう、120分の講義ね。 これは失業と解説にとどまらず条文の素読やミアレジミニマムスタンダードこれはねこれがね売りなんですよ皆さんこれ去年ももちろん使ったんですけどミアレジミニマムスタンダードというのはどういう意味かというとねあのー、あちょっとちょっと待ってください <laughs> ちょっとね面白いことをやりますからねあ,あ 担当アドバンスの、まあ、去年のでも今年でもいいんだけど、特実衣装から著作まで、意識全部持ってきてください、1冊ずつ、え意識、特実衣装情緒風、はい、お願いします、はい、えー、担当アドバンス、ちょっと持ってきてもらいます、で、それに対してミニマムスタンダードって私のテキスト、これ、去年もね、使ったんですけど、ええ、これ、まつ、あ、ら用、閲覧用というか、サンプル用なんだよね。 これ見てくださいこの付箋は何だと思いますこれは、まあ、去年のこれです、でまあ、改正とかいろいろあったんで、ほら、もう俺がね、まあ、あの俺というか、まああのー、政策人によってこうチェックしてもらったんだよここはこう書いたほうがいいですよと、ほら、すごくね、これもう、クラゲ状態ですよ、クラゲの足状態、ほら、すごいでしょ、これ。うん ほらこれだけあのより進化しますからこの付箋の数が物語ってますよ、皆さん。もしね去年受けてる人がいたとしてもあのこの付箋が物語ってますからまあ例えば、の車の,あのベンツの前期型を買うとするじゃんそうしたらいろいろ不具合が生じるとねこれはまあ別にベンツに限らないトヨタでもいいんですで。前期型を買ってねあのやってやぱりメーカーカは あのいろんな不具合がこう出てね、それを改良していくんですよ、ね、だから、後期型の車ってめちゃくちゃやっぱり出来がいいんですよね、車の、まあ、あーメーカーって大体いいフルモデルチェンジが6年ですから、まあ、3年3年、前期型3年、だから車はね、あの後期型を買うのがおすすめなんですよ、ほらそれと同じ、ね、こんなにこう去年から見て、こんなに進化していますで、これだけじゃないですよ。でさらに 別の制作スタッフにもあのほら、ほら先生、こんだけやっぱり改良した方がいいですよっていうね、すごくね、ほら、ね、だから一人のあれだと不安だから、もう二人に見てもらって、ほら、すごいやろ、こんだけ進化しますから、ミ,ニミアレジミニマムスタンダードね。というか、俺も大変なんだけど、<laughs> ね、だからすごいでしょこうこ、この人はこういう改良した方がいいよ、この人はこういうふうに改良した方がいいよっていうね。 そ,のあのーえー、それぞれやっぱりこうチェックした項目はもしかしたら重複しているかもしれないけどそれを私が直すことでより完成度の高い見アレジミニマムスタンダードが出来上がる予定です。えー、そうで、しょで、まあ、ミニマムとか言うけどね、まあ、特実衣装情緒譜だから、まあ、分厚さはこんぐらいですよ、分厚さこんぐらい、ねうん、特実衣装情緒譜で、皆さん これ、見ていただければ分かると思います、ほら、これ、担当アドバンスね、全部揃えるとこんな感じです、ほら、この手のひらがやっと収まるかぐらいのね、厚さ、全部合わせると青本ぐらいになるね、ほら、これがその1冊にまとまったと、ね、えー、もう本当にこう、ほら、すごいでしょ この左がこの右側にもう圧縮されたっていう感じの意味を込めてミアレジミニマムスタンダードなんですよ、ねうん、だからもう最悪もうこれだけ抑えようぜっていうところが盛り込まれてるっていうやつをね、あのー、この講座を取ってくれた人に申請をしますでもちろんその中で講,講義でゼミで扱うものもあるでしょうからね、えーあのーまあ、毎回持ってきてもらいたいというのはありますね はい、で、あとですねあの実論文、論文じゃないわ、担当実践討練、<laughs> 受講者必見、ねえー、私はね、担当実践討練の質問も受ける、ね、担当実践討練は、あのまあ、年明けに始まるんだけど、まあ、結構ハイレベルなんですよね。うん まあだからそのハイレベルな問題に対しての解説だけでは、ねえー、理解できないものもあります、ええ、なので、えー、私があの対処すると、ね、非常にしょ気軽に質問できるんだよねでその,あの売りがですねそのミヤレジミニマムスタンダードも売りなんだけどこれです、担当サルベージゼミの人必見ですよ、ええはい、担当サルベージゼミ質問シート。ね これをあの出してもらうと私にね、えー、ほらちょっと全貌全貌というかね全体的なあのレイアウトはこんな感じですよはい、まあ、名前とか書いてよちゃんとね、うん、じゃないと七しの権兵衛だと困るからね、うん、それであのね早く申し込めば早くその分質問できるんだからいいよねうん別にあの何ていうの このゼミ以外の質問でもいいんだからさっき言った担当実践でもうこれね去年すごく評判が良くてあのちょっとサンプル見せますねこれ実際の人の質問ですよほらこれちょっとな個人情報は隠してますけどね、えー、名前とかねほら見てくださいね、えー、テキスト名担当レボレあっン,ンレボでもいいですよもちろん、えー、タンレボ受けてる人も、あのー、こうやって質問できるというね、うん、ほら解説ページの 160ページ平成18年44の2とかで書いてねで内容何「請求は成り立たない旨の新決の当本が審判の請求した者に対しある年の5月15日に送達された場合その新決に対する新取訴訟は6月15日に提起できるこれ罰ですよ」というねで質問「30日経過後は提起できず付加期間も排除とあるがあこの30日は民訴97の追還も考えてしまい えー、丸だと思ってしまう、えーえー、165ページの別の過去問では民訴9のも考えているが違うああそういうことかなるほどね、うん、要するに新決統本が5月15日に来たとで新取り訴訟の、えー、出訴基本は6月15日×なんだよなぜかというとね5月15日で31日まであるじゃんだから一あの6月では一歩手前の14日までになるんだよね あの5月が30日までしかなかったらこの6月15日でいいんだけどあの5月は31日まであるじゃんだから1個、ね、こう手前で終わるっていう感じなんだよだから6月14日なんだよなでこの人はその丸にしたんだろうねこういう質問ほら丸だと思ってしまったと、ね、あの民訴の追加運動が考えてねで私の答えほら赤ペンで目立つようにねそういう質問多いですと提期することができる場合がある。ね バ合イガルだったらそこまで考えろという話なんですよ。ええ。ね、これはあの普通に普通にほら定期できるという普通の聞き方なんでそんなねマニアックなところまで聞いてねえぞという出題者のメッセージなんですよ。ね、このバ合イガルなら民想97の追加まで考えていいけど、ね、本物は定期することができるという普通の聞き方なのでそこまで聞いてないつまりノーマルに考えるというねほら俺のアドバイス。いいいでしょこうううふうに俺が あのアナログ的に、ね、いいじゃないですかこの手書きでこう、ね、それぞれ答えていくという感じです。ね、いいでしょう、はいまあ、もちろんあのあのコ,ロナでコロナを恐れて、ねまあ、来れない人もいるだろうから、まあ、そういう場合にはちょっとあのメールでもこう対応、まあ、メールというか、まあ、PDF で、まあ、送ってもらうとか、ね、そういうことは考えたいと思いますので、ねえ。これをこう PDF で添付してもらって、あので俺もこ,のこ,うこういう手書きのやつを PDF で返すみたいなね、まあ、そういうことはねあの、やろうと思います、まあ、コロナ禍にあってね、まああの、なかなか現場に来れないわという人も出てくるだろうからね、はい、で他にもね、やっぱりこういうふうにね、えーまあ、別の人はこういう質問をいると、ねうん、これは不況法の質問だね、あ限定提供データの質問か。うんうん 限定提供データというものは営業秘密と厳密に管理されているものではなく、取得し,うしやすいものであることから悪意取得でない限り、その使用不正競争ではないものとしています営業秘密と異なり、重過失バージョンがないっていう点は狙われそうですとで、ほら、こういうポイントまでちゃんと書いてるでしょ、うーん、俺がね、そういうこと、でもちろんね、あのえー、っとですね、 えーまあ、手書きじゃなくてこういう切り貼りでやってる人もいますほらなんかプリントアウトしてねあの切り貼りでもいいですよもちろんねあこの人はなんか改正の施工日を教えてくれっていうことかな、うん、でほらあの今のところこれ俺の答えねこれ以上詳しい情報は得られていませんが「三35条の施工が」 2020年4月28日に決まりまりしたなお上に掲げたものが担当に間に合ったとしても試験員自体がまだあまり理解できていないと思われるので取材される可能性はゼロではないにしても低いでしょうとそうとそねあの改正ネタはあの出ることは出るんですけどあのやっぱりメジャーなところしか出ませんよ、そんな、ね、使用抹接的なところは出ませんので、ええ、あの例えば、衣装だと、ね、その関連衣装なんてのはもう トップクラスのメイン、えー、事項じゃないですかだからそういうのはね、それは一生懸命やったほうがいいよで、もちろんこのあサルベージゼミでもね、やるんだけど、あの私結構、審査基準を熟知してますから、ね、そういうところはやるんですけどその、なんていうかな、一般論的に重箱の隅的なところのあって、そもそも出にくいわけじゃんで、さらにそれの改正って言ったら、なおさら出にくいんですよ。うん、だからね そんなななにに神経質になる必要はないただ、情報はちゃんとそう,そういうところも変わるよという、えー、ことは、ね、皆さんに伝えていきます、改正ネタを、ね、皆さんに伝授するというのがそのこのゼミの趣旨でもあるからねあの別の人は、ね、こ,うこういう質問もしてるよね。あこれあれあじゃん最新条において 無効審判の訂正請求は不順用なのになぜ「異議立て請求120条の碁」は順用するのでしょうかね青本では確定申決の対象を変更されることは妥当でないとありますが「異議立てでも同様に考えてしまいます」ね私はどうやって答えてるでしょうねほらちゃんと考えてるよ答えてるよほらねこれ確かにねその基本書に載ってない質問ですわ だから私がこう平成26年改正の説明会で得た知識に基づいて回答するわけですで現に174条試験出たからねあだからこの,この,の質問はねまさにこう何ていうかあ的中というかね <laughs> 質問が的中してると本試験にほらだから皆さんがこうやる質問自体がねその的中するかもしれないわけですだからそういう意味では私にとってもその貴重なあのネタ元っていうかね そう皆さんのその質問にこう的確に答えることで結局それがその出たりするわけですよね試験にそういった意味でもこのミ,アレジミ,、えー、ミニマムスタンダードと質問カードをね駆使したこのゼミというのはね非常に特徴的だと思いますよ、えー、で私もね、あのー、いろいろ講座持ってるんで今ちょっとあのー、昔はねこの何でも 質問していいよという、ね、メールとかでやってたんだけどちょっと、ね、ストップさせてもらってるんですよ、もう中上級の方々も面倒見ないといけないし、ゼ L ゼミスペシャルの方も面倒見る必要があるし入門の方もということでね、だからそれぞれの,この,あの講,座講座ならではの,そのサービスの範囲内でそのやってほしいんでね、まあ、そういった意味ではこの、えー、担当サルベージゼミを取っていただいた方はあのこういうサービスを受けられると。ね うんまあ、だからあの、まあ、早く取れば、ね、あのその分メリットがありますよね、えー、できるだけ早く取ってくださいよ、ね、そしたらもうこういうあの質問していいですから権利を獲得できますからねはいでちょっとあのスケジュールも見てみましょうか今度はね、うん、スケジュールはあの2月13日からスタートするんだけどあの、まあ、土曜日はねもうかなりあの 一定してます、ね、安定してるというか2月13日からね1週間ごとやねうんああこれは規則正しいねああ最後だけねなんか2コマだね4月24日ね、えー、時間帯は安定します18から21時、えー、で最後だけ2コマだからあのー、まあなんていうの午後と夜みたいな感じですけどねはいそれで、えー、科目はこんな感じでやっていくと。 ね、特日、やっぱりね、取材数が多いもんだから、3回もやりますね、ええ、で、衣装、衣装、商標、商標、条約、条約、調布、総まとめで、総まとめはね、何をやるんだっていう話ですので、あのちょっとこれはね、あのえー、仮,仮にあの、今のところ考えてる内容があります。というのは、まあ、例えばね、 まあ今のところ予定はされてないですけど万が一なんかビッグな改正と起きればあのこのゼミをやっているさなかにねそして最後にそれを伝授するしかないのでそれに当てますがまあそうでない限りは各科目の中であの説明できる内容かなとたとえ改正があったとしてもね著作権ともこの講義の中で言えるかなというレベルなので,で私はあの最後はねそのこれを予定します。毎回ほら60分で あの5枝か2 0の100枝の,あの演習をやっていきますけどこの12回だけは最終回はねちょっと見てください「特実10」「衣装5」「商標5」「超10」「蝶が5」「負5」で合計これ四十問ね計40問ですがえそれをあの2時間で解いてもらういつもの倍ですね。 さすがに3時間半だとまずこの枠に収まらないのとあの解説ができませんのでちょっとその点は40問にとどまらせてもらいますがあのまあミニもしみたいなもんやねミニもしねミニもじゃなくてミニもし、えー、もうミニもし的な感覚で最終回は、うん、40問やりますよ全科目ね、うん、でまあ実際の本試験に比べるとちょっと特実衣装がね まあ半分なんだけどそれは私いいと思ってるあのなぜかというとね情緒譜がやっぱり苦手な人が多いから意外とねあの特実衣装も,もうかなり重要なんだけどなんかその足切りに合わんかなみたいな不安を抱いてる人がね特に条約あたりで多いから、まあ、そういった意味では下散歩はもあの実際の本試験と同じ文数で出そうかなと思ってます。ね、はい はい、であとはね、まあ、今あ、コロナ禍にあってね、皆さんあの気にしてる人も多いでしょうから、あの欠席フォローもつけますからね、今後、緊急事態宣言とが万が一出たらね、あのなおさらこういうのが非常にこう重要な、まあ、命綱的なものになってきますからね、はい、<laughs> 視聴可能期間は毎回、え2日後、うん、2, 日後からまあ2週間以内に聞いてくださいよ。ええ でえー、問題演習には必ず解説冊子をつけます、えーまあ、レベルは、ね、あの短基礎よりは難しくしますよ、ね、あのなぜかというと、ね、あの皆さんがあの簡単な問題出してね、俺があの満点すぐ簡単にも満点取れるような問題出すと、ね、お山の対象になっちゃうからさ、ね、あこんなもんか受かるなみたいなね、うん、だからちょっとやっぱりこう苦戦するような問題も出しますからね。 はい、でミヤレジミニマムスタンダードねこれもあつけるとねこれ本当すごいでしょこれだけもうねあのアップデートするんですよすごいでしょこれちょっと俺も嫌だなこんだけアップデートせないかんと思うと今からねすごいでしょこれ去年から見てこんだけアップデートするんですからもう相当いいものが出来上がると言わざるを得ませんようんうんねっ えこれはああ、書いてるね定義も書いてますよ、見荒れジミニマムスタンダードとはね、はいえーはい、何上4法と下3法、全科目ね、もちろん、における最低限の知識、ねえー、盛り込んだ体脂肪率一桁台 <laughs> 体、体脂肪率一桁台ね、まあ、そんなと言うんだったら、俺も体脂肪率一桁台を目指さないかんな、2桁台ですよ、えーまあ、みんな2桁台だと思うけどね。 あーまあ、まずはあの10%台をキープだよね、うん、ちょっと時々23%ぐらいいっちゃうんでまずは17%ぐらいをキープしようかなで最終的には一桁台目指していこうか、ね、よしし原骨んこえ、やわ、えー、で使用教材はねこれはねあの宮レジミニマムスタンドはちょっと待ってねあのこれは 講義実施内にお渡ししますということで、<laughs> もうお分かりいただいたら、こんだけモデファイさないかんのよ、アップデート <laughs> で、ちょっとこれはね、相当時間かかりますから <laughs>、<ね笑>ちょっとあのあの申し込んだらすぐもらえるというものではないです、<laughs> のその代わりといっちゃなんだけど、これはね、申し込んだらそう質問できるというメリットはねつけますから。はい、えー あのそうですね、あと GoTo ト,トラベルとか GoGo ゴーゴーポイントはあの使えませんのでねあの、その辺はご了承いただきたいと思います、えーまあ、トラベルと関係ないしね、はいまあ、もちろん GoTo イー,ートも使えませんので、その点はあご了承いただきたいなと思います、ね、みんな平等ということだよね、うん、でも逆にいいじゃない、これ、あの値引き全くないと、平等で、でその代わりここで貯めたポイントをね、 例えばいずれ出る担当体系別とかであのポイントを、ね、使うというのも手ですよ。ねはい、ということでまとめるとあの私のゼミ、ねえー、毎回あの5枝1セットかける20問で、まあ、100枝100出すよと、うん、レベルはちょっとあの高いぞと、ね、短期処理高いです。で な合格ナビゲートゼミの短期層ナビゲートと問題は重複していないのでそれを取っている人も遠慮なく申し込んでいいそして、担当アドバンスでいうともうこんだけやらないかん知識をこんなに分厚い知識を、えー、ミニマムスタンダード1冊に抑えたぞというね、えー、アップデート量もすごいぞとクラゲの足もびっくりね。はい そしてあのあのコロナ禍に備えて欠席ウェブフォローもついちょるそして、なんといったってねあの俺がこの個別に、ね、このアナログ的に答えていくというこの質問カードねこれいいですよ、これは非常に評判良かったね、うん、でコロナ禍にあって来れない人もいるからね PDF とかでこメールで対応できるようにはしたいなと思います来、はい、れない人にはね。 でえーまあ、全部で12回なんだけど最終回は、ね、ミニモシにするからね、えー、こんな感じで総まとめの回、ミニモシにするからね、えー、そんな感じですわ、8万7000円ですでもう非常にあのもう値段型の価値があ,あ,のありますので、まあ、それ以上に <laughs> 皆さんが、ね、この得るものが多かったと満足していただけるように、えー、私も頑張っていきます。ね コロナ禍にに負けずに頑張りますよ、ね、<laughs> まず私がこう日頃から、ね、健康であることがもう大事です、ね、皆さんに迷惑かけないように常日頃から、ね、あの青汁とかも飲みながら健康には留意しておりますんでね、はいえー、そんなところです <laughs> 青汁とかとうもろこし茶とか飲んでますからね、えー、そんなところで大丈夫ですかね あのお時間がねだいぶ過ぎてしまいましたんであとは気になる点はどうですかね YouTube で公開中なんですかええ YouTube でも公開中らしいですよ公開中というか今今あの収録してるやつを載せるんだろうけどねええそんな感じですのでねあの去年もあの多くの受験生出ていただきましたよね あのやっっっぱり担当に受かかたた人多かったですよ、うん、まだ今年はね結果がほら遅いからもう来年来、まあ、今あの2020年の12月に収録してんだよねまあ合否が来年だからね、まあ、最終的に去年のゼミに出た人がどんだけ受かったのかっていうのはちょっと今のところは言えないけどね、まあ、少なくとも担当に受かっていいる人はあの多いです、はい、論文論文のやっぱりゼミとかねあの講座がありますので。 とにかくこの講座はあの担当突破を目指しますんでね、えーまあ、だからあのさっきも言ったように担当,の、まあ、他の講座担当の他の講座を取っててそれの質問とかもやっていいからもちろん単レボとかね、えー、いいですよ、まあ、まあいいけどね論文の質問でもいいですよ別に、うん、別に俺論文ももちろん教え切るんだからあ,あ あのその辺はね、ここにほら選択肢があるから、まあ、条文の質問なのか、青本なのか、判例なのか、審査基準なのか、過去問なのか、ゼミ問なのか、当然なのか、その他なのかね、丸をつけてね、はい、で具体的にあの記入してくださいよ、であとねあの、欲張ってね、この,この枠内に、なんかすげえいっぱい質問する人いるんですよ、それはね、ちょっとやめてください、あのそんなせこいことをせずに、あの紙をあげますから。<laughs> あの例えば2つ質問したければ2枚あげるんですからねその1つの枠の内になんかもうちっちゃな文字でねあのもうそれはちょっとやめてください俺もほらあの最近ちょっとねあの遠くなってきたんで <laughs> あんまり小さいと呼ぶ気がしないんですよでだからあのもう紙あげますかいくらでもあああの、まあ、普通にでっかい字で書いてくださいよ、ね、俺もあのでっかい字で返しますからほら、ね、こういう感じででっかい字でね、はい、そんな感じです うん、だからあのちょうどいいじゃん、これね、俺が回答する枠もあるぐらいがちょうどいいんですよ、ほんなもう全部あのぎっしりかかんで、ね、俺の回答する枠もあるぐらいの,あの感じで書いてくださいよ、ね、枠らなければ別の紙に書くだけだけどね、俺も、まあそんな感じでさ、ええまあえー、皆さんねあの、本当にこの宮口クラス、えー、担当サルベージゼミね、えー、宮口聡の担当サルベージデミ。 あの引き上げていますからねあのトリアージで、ね、ですあくまでもねりはもうほら救いのない人はもう見捨てるっていう意味がありますけどトリアージじゃありませんちゃんとあの,あの <laughs> 引き上げますからちゃんと見捨てませんえトリアージゼミという名前だったらもうあできないやつはもう見捨てるぞっていう意味のゼミになってくるんだけどあのそうじゃないぞな引き上げますからねこう金魚すくのように引き上げますからねあ金魚すくいまずいねあの網が破れて 落ちますね。あの金魚すくやな。あのちゃんともう確実に取れる網でこう引き上げます。はーい、よーしじゃあそんな感じで、えー、いいですか？はい。じゃあ、皆さんあの名残惜しいけどよ。この辺で終わるわね。ま私も皆さんがあの合格してくれるようね。あの合格だるまネクタイをしてますからね。ほら合格だるま必勝ネクタイね。ちゃんと目もあのこっちの方は両方塗ってるけど、こっちの方はね。まだ塗ってませんので。 ね、ここにこう塗れるように頑張りましょうよねええー、はいあの消せるボールペンで塗っとこよねまたほら来年も使えるようにねはいよしじゃあ,あこの辺で終わりますそれでは、えー、2021年向けあ宮城聡の担当サルベージゼミのあ21年向けですけどねプロモーションビデオこれをこの辺で終わりたいと思います それでは皆さん、またお目にかかる時までごきれい、ご経営を